日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。 いつでもいいです。では、始めます。一番大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこの後何をしますか鈴木さん、この間頼まれたレポートのチェックだけど、 あ、先輩、もう見てくださったんですかうん。再調査して対象者の数も増えて良くなったんじゃない考察も説得力が増して読んでて面白かったよ。本当ですかありがとうございます。再調査、思ったより時間がかかって。でも、やって良かったです。よく頑張ったね。うん。せっかくだから、結果の示し方をもう少し工夫してみたら 表ばっかりじゃなくて、少しグラフも入れるとか。もう少しパッと見てわかるように。あ、はい。それにしても、この分析方法面白いね。今度僕も使ってみよう。女の学生は、この後何をしますか 2番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか佐藤さん、そろそろ会員向けのセールの案内を出さなきゃいけないんだけど。はい。印刷屋さんから案内のハガキが出来上がってきたから、宛名のシールを作ってくれるかな会員の情報をまとめたファイルわかるよね あれ使って作成して。あ、郵送物を希望していないお客さんにはメールで送るからシールはいらないよ。はい。会員情報のファイルは更新されてるんですかうん、されてるよ。個人情報だから気をつけて作業してね。はい。メールの方も私が送りますかまだ文章を準備してないから今日はいいよ。わかりました。 女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか ?3 番大学で女の学生と男の学生が話しています。 女の学生はこの後何をしますか先輩、去年の夏休みに農業体験行かれたんですよね。大学が主催してる。あれ、私も来週から1ヶ月行くんです。何か持ってった方がいいものとかありますか保険証。去年忘れた人がいて大変だったんだよ。コピーすら持ってきてなくて。 僕らみたいな素人が農業をやるときは思わぬ怪我とかあるから忘れないように気をつけて。はい。いつも持ち歩いてます。そう。それから T シャツは多めに持ってった方がいいよ。作業着の中に着るんだけど、作業してると想像以上に汗をかくからね。作業着とか長靴は貸してもらえるよ。よく実習生が来るからか、いろんなサイズのがあったよ。よかった。長靴買わなきゃって思ってたけど。 T シャツは作業着があるからいいかなって思って部屋着ぐらいしか用意してませんでした。そうそう。実は去年僕健康診断を受けるの忘れててもう少しで参加できなくなりそうだったんだよ。へえ、で、どうしたんですか診断書をすぐ出してくれる病院を探してなんとか間に合ったんだけどね。ああ、それで今年は提出が先週までだったんですね。 女の学生はこの後何をしますか ?4 番市役所の国際交流課で男の人と女の人が話しています。男の人はこれからまず 何をしなければなりませんか課長、来月の料理教室のことなんですが。ああ、アジア料理教室の話ですね。誰でも家で作れるものっていうことで、メニューも決めたんですよね。ええ、講師の方と打ち合わせして、材料のリストをもらったんです。僕が材料を人数分まとめて揃えることになってるんですけど、聞いたことのない材料があって、取り寄せないといけないみたいなんですよ。 その辺で買えるもので代わりにできないか、講師の先生に相談してください。難しいようならメニュー変更ですね。わかりました。作り方が簡単でも、材料が近所で手に入るものじゃないとね。そうですね。メニューが変更になったら参加者にも知らせます。男の人はこれから、まず何をしなければなりませんか 5番学生の勉強会で司会の人が話しています。参加者はこの後、まず何をしますか今日は大学合同勉強会にご参加いただきありがとうございます。これから世界が今抱えている諸問題についてグループ討論を行い理解を深めていきます。皆さんすでにグループに分かれてますね。 お配りしてある名簿に丸のついている人がグループのリーダーです。リーダーを中心に話し合いを進めていただきます。あらかじめ皆さんに選んでいただいた課題について議論し、どのような対応ができるかグループごとに意見をまとめて発表してください。本題に入る前に自己紹介も兼ねて皆さんが今取り組んでいる研究テーマについて話してください。リラックスしてから話し合いに入りましょう。 参加者はこの後まず何をしますか一番大学で映画サークルの男の学生と女の学生が あるアニメについて話しています。女の学生は、このアニメのどんなところに魅力を感じたと言っていますか 桜映画祭で金賞を取ったアニメ見たんだってどうだった ?300 年前の日本が舞台になってるんでしょうん。歴史的な事実も丁寧に追ってるから、歴史好きの人にはそこが楽しめるんじゃないかな。うーん。私は自分が音楽やってるせいか、いつもはテーマ音楽に気を取られるんだけど、これ物語の展開にインパクトがあってね。なんていうか、何度も予想を裏切られて、 ハラハラドキドキしっぱなし。今までは映画は音楽次第って思ってたんだけど。そうなんだ。新聞じゃ登場人物の心の変化が丁寧に描かれてるって評価だよね。その見方は私はよくわからなかったけど。女の学生はこのアニメのどんなところに魅力を感じたと言っていますか 2>, 2番空港で男の人と係の人が話しています。東京行きの飛行機の出発時間が遅れている理由は何ですか すみません。さっきの放送よく聞こえなかったんですが、東京行きの便、出発時間変更になったんですかはい。大変申し訳ございません。1時間遅れで12時15分の出発に変更となりました。え、そんなに申し訳ございません。東京便として使う予定の飛行機がまだこちらの空港に到着していないんです。雪で出発が遅れまして。あ、そうなんですか。 チェックインカウンターが混んでいたので、それで遅れているのかと思ったんですが。本当に申し訳ございません。もう間もなく到着する予定でして、清掃が終わり次第、東京行きのお客様をご案内いたします。わかりました。故障ってわけじゃないんですよね。だったら、これ以上遅れるってことはないですよね。はい。恐れ入りますが、もう少々お待ちください。 東京行きの飛行機の出発時間が遅れている理由は何ですか ?3 番日本語の教室で男の人が話しています男の人はどうして今

和菓子がきっかけで日本に興味を持ち、日本語を学ぶようになりました。和菓子職人を目指していた時期もありましたが、昨年、食品メーカーに就職し、平日は仕事、週末は日本語教室に通う日々です。毎日の暮らしの中で言葉で不自由を感じることはありませんが、職場ではまだまだ力が足りないなぁと感じる場面があり、日本語教室で学ぶことはたくさんあると感じています。 男の人はどうして今日本語を勉強していますか ?4 番女の人と男の人が虫の飼い方について話しています男の人は 女の人の虫の飼い方の何に問題があると言っていますかあの田中さん 虫に詳しいって聞いたんだけど、ちょっと聞いてもいいどうしたのうちで子供とカブトムシを飼い始めたんだけど、最近元気がなくて、飼い方に問題があるのかな飼い方で大事なのは土、温度管理、餌の量、ケースの大きさだけど、何か気になることあるうーん、ケースは3匹いるから餌の取り合いにならないように大きめのにしてるんだ。 温度管理は小型の扇風機もつけてるし、特に日中は温度が30度以上にならないように気をつけてて。土は潜りやすいようにできるだけ柔らかいのにしてるよ。あ、わかった。え扇風機回すと土全体が乾燥しちゃうんだ。土の中にいる時に体から水分を吸収してるんだよ。そうなの餌の量が足りないのかなとか考えてたけど、 ああ、だから元気がなかったのね。なるほど。男の人は、女の人の虫の飼い方の何に問題があると言っていますか 5番。市役所で男の職員と女の職員が話しています。女の職員が講演会について反省していることは何ですか 斉藤さん、昨日の食事に関する講演会どうだったあ課長今ご報告に伺おうと思っていたところですおかげさまで会場の座席が全部埋まるほどの人でポスターを掲示する地域を拡大したのがよかったんでしょうかそうか講演後にアンケートを取ったんですけど参加者の感想からは調理法など実践的な内容が喜ばれたことが分かりました 公演中も熱心にメモしている方が何人かいたので、材料や作り方を書いたものをお配りしておけばよかったと思います。今回資料は用意しなかったもんね。はい。それから、今回は新しい会場を使ったんですが、先生の近くで話が聞けてよかったという声も多くいただきました。それはよかった。はい。会場の大きさって重要ですね。色い々ろいろご意見いただけてよかったので、 アンケートは次回もぜひ実施すべきだと思いました。女の職員が講演会について反省していることは何ですか ここで、ちょっと休みましょう。 また続けます。1番 1> テレビでレポーターがある鉄道について話しています。私は今山川鉄道の山川駅に来ています。屋根のない小さな駅なんですが、可愛らしい列車が一両発車を待っています。普段は静かな駅ですが、 今日は朝から大変混雑しています。この山川鉄道、今日の最終列車の運転を最後に、一世紀近くの歴史に幕を下ろすことになりました。沿線にもその姿を一目見ようと、カメラを持った大勢の鉄道ファンや観光客が集まっています。レポーターは、 山川鉄道の何について話していますか ?1、1> 運転最終日の様子。2>, 2、廃止される理由。3、利用客の増加。4、観光客を集める工夫。 2>, 2番。テレビでアナウンサーが女の人にインタビューしています。今日はペットの服を作っている山田緑さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。今日は飼い犬のシロと一緒に来ました。シロが着ているこの服、私が初めて作った服なんです。とっても素敵ですね。でも、おしゃれが目的だったわけじゃないんですよね。ええ。 白は気温差に弱く、皮膚が弱い犬で、体調管理のために服が必要なんです。でも、市販の服だとサイズがぴったりとは合わないので、動きにくいんでしょうね。着るのを嫌がって。それなら自分で作ろうと思いまして。柔らかい生地で動きを邪魔しないようなデザインにしたら、白も嫌がらずに着てくれたんです。そうですか。 何枚か作ってるうちにいろんな犬の服を作りたくなってきて、インターネットで販売を始めたらどんどん注文が入ってきたんです。お客様をお待たせしてしまっているのが現状ですが、一着一着心を込めて制作しています。白も愛情に包まれて暖かそうですね。お話ありがとうございました。女の人は 何について話していますか 1, ?1 ペットの服を作る難しさ 2, 2ペットの体調管理の注意点3ペットの服を作り始めたきっかけ4ペット用品が売れている理由 3番ラジオでアナウンサーが話しています今日は天気雨の現象があちこちで観察されました空に雲一つなく晴れているのに突然雨が降るというこの現象どのように起きるのか皆さん案外ご存じないんじゃないでしょうか天気雨は雨の粒が雨雲から落ちた後に雲が消えたり動いたりしたために発生します 雨の粒が強い風で飛ばされて、雲から離れたところに降ることで発生する場合もあります。できれば突然の雨は避けたいものですが、雨の粒に日の光が当たるのは綺麗ですよね。同様の現象は冬にも雪で見られるんですよ。アナウンサーは何について話していますか 1, 1. 天気雨を予測する方法。2. 2天気雨が降る仕組み。3. 天気雨を避ける方法。4. 天気雨が多い季節。 4番テレビでアナウンサーが話しています今、若葉町の中央高校に来ています。去年からこちらの高校の校門の前で記念写真を撮ろうという外国人の観光客がたくさん訪れるようになりました。それは、この高校で映画青春ストーリーが撮影されたためです。この映画は10年前に日本で公開され、 大変話題になりました。この映画に出演していた俳優、青木拓也さんが、去年別の映画で世界的な映画賞を取ったことで、海外でもこの映画が注目されるようになったんだそうです。高校だけでなく、街のあちこちにこの映画が撮影された場所があり、ファンに大変人気があるとのことです。 アナウンサーは何について話していますか 1, ?1 海外からこの街を訪れる人が増えた理由にこの映画が日本で話題になった理由3ある俳優が映画賞を取った理由4この街で 映画が撮影された理由5番町の会議で議員が話しています昨年度の調査によると我が川中町では誰も住んでいない空き家が この10年で2倍に増えていることが明らかになりました。空き家の増加は地域の防犯上深刻な問題です。火災の発見が遅れたり、建物が古くなって崩れたりする危険もあります。そうした空き家は早急に取り壊すべきだという意見が出ていますが、再生させる道を探る方がいいのではないでしょうか。 全国の例を調べてみますと、自治体が空き家を管理し、商業施設として再生させているところもあり、人を呼び込むことにつながっている例もあります。議員が言いたいことは何ですか ?1。空き家の数を調べるべきだ。2。 空き家を早く取り壊すべきだ。三、空き家を活用すべきだ。四、空き家が増えた理由を調べるべきだ。 一番。リーさん、昨日のプレゼンでリーさんを見直しちゃった。一。それじゃあ、もう一度見直してみる。二。ええー、頑張ったんだけどな。三。そうありがとう。 2番。2> うーん、この天気じゃ、今日のお花見は中止にするしかないね。1。残念だけど、しょうがないね。2。2> この天気でもやるの 3>, ?3。中止にしなくてよかったね。 3番。お客様、館内での撮影はご遠慮いただけますか ?1。あ、お願いしていいですか ?2。2> すみません、ダメなんですね。3>, 3。じゃあ、遠慮なく。 4番、今日はついてないなぁ。1、1> だからつけてこなかったんだね。2>, 2、うまくいったんだ、よかったね。3、え、なんかあったの 5番。課長、次の企画のリーダー、引き受けた以上はしっかりやります。1。1> 引き受けるかどうか迷ってるの 2>, ?2。うん、期待してるからね。3。引き受けて欲しかったな。 6番今日の講演会聞きに来た会がありましたね。1貴重なお話が聞けましたね。2, 2講演会聞けたらよかったですよね。3, 3確かに来る必要なかったですね。 7番。部長、出席者の皆さん、もう会場にお揃いです。まだ時間前ですが。1。1> そうですか。私もすぐ行きます。2。じゃあ、全員揃ったら教えてください。3>, 3。そろそろ皆さんを会場にご案内してください。 8番。田中さん、みんなの前で山田君に注意すべきじゃなかったんじゃない ?1。1> やっぱり言ってよかったってことだね。2>, 2。でも必要だと思ったから。3。注意しろって言うならするよ。 9番、鈴木さん、午後の打ち合わせ、私抜きで始めといてもらえる ?1、何時頃いらっしゃいますか ?2、2> いらっしゃってから始めるんですね。3>, 3、途中で抜けられるということですか 10番。この旅館、設備はともかく、サービスは満点だね。1>, 1。ほんと、設備もサービスも最高だね。2。2> 設備も良ければ文句ないのにね。3。サービスさえ良ければいいんだけどね。 11番、青木さん、今回の新製品、青木さんの協力なしには完成しなかったよ。1、完成させられなくて残念です。2>, 2、協力できなくて申し訳ありません。3、3> お役に立てて嬉しいです。 一番。旅行代理店で女の人と店の人が話しています。来月の12日、13日に森山市に行くので泊まるところを予約したいんですが、森山大学で会議があるので会場に近いところがいいんですが。来月の12、13で森山大学の近くですね。はい。1万円くらいであると嬉しいです。少々お待ちください。 ご希望に合うところは4つあります。1つ目は花旅館。大学へは徒歩5分ぐらいですね。1名様1万3000円ですが、温泉があります。あ、森山市って温泉が有名なんですよね。せっかくだから温泉があるところがいいです。あ、はい。2つ目は緑ホテルです。こちらは大学まではバスで10分ぐらいですが、ホテルの前にバス停があります。 こちらも温泉があって、お一人9000円です。大学まではバスですかはい。三つ目は朝日旅館です。こちらも大学へはバスで10分ほどです。温泉付きでお一人1万円です。そうですか。最後は、温泉はありませんが、ホテル森山。こちらは大学まで徒歩5分でお一人8000円です。うーん。 やっぱり温泉がある方がいいな。大学までバスで10分ぐらいならいっか。少しでも安い方がいいから。ここ予約お願いできますか女の人はどこを予約することにしましたか ?1。花旅館。2。 緑ホテル。三、朝日旅館。四、ホテル森山。二番。地域の合唱サークルのリーダーとメンバーが話しています。 最近、あまり熱心に練習していない人が多いって、一部のメンバーから苦情が出てるんですよ。長くやってる人が多いから、緊張感がなくなってきてるのかもしれませんね。よく知ってる歌を歌うことが多いですし。そうですね。うーん、活動場所を時々変えてみませんかちょっと大きめのホールとかに。多少使用量は上がりますが、音の響きもいいそうですよ。そうね。 舞台に立ってる感じになるね。今使ってる市民センター、3ヶ月後まで予約してあるから、その後からは時々変えてみましょうか。ええ。あと、他の合唱サークルと合同練習を計画してみるとか。刺激になって練習に身が入るかもしれません。なるほど。うーん、一緒にやってくれるサークルを探すのが大変ね。あの、何か目標みたいなものを立てるのはどうですか 今までやってなかったけど、コンサートを企画して、私たちの歌を聴いてもらう機会を作るとか。そうね。または、今までよりちょっと難しい曲にチャレンジするだけでもいいと思います。頑張ろうって気持ちが起きるんじゃないですかコンサートは、メンバーのやる気は出そうですが、準備が大変ですよね。曲なら、今度の練習からでも取り入れられそうですが。そうね。コンサートは、一度みんなに相談してみましょう。 練習の場所を変えるにしても少し先のことになりそうだから、すぐ始められることからやってみましょう。このサークルでは、まず何をすることにしましたか ?1 練習する場所を変える 2, 2他のサークルと合同で練習する 三、コンサートを企画する。四、難しい曲にチャレンジする。三番、まず、話を聞いてください。 それから二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。3番。3> ラジオで男の人が話しています。 緑公園では、綺麗で過ごしやすい公園を目指して、様々な作業をしてくださるボランティアの方を募集します。作業の内容によって、4つのグループに分かれています。グループ1は、花壇の手入れをします。主に種をまいたり、草取りをしたりします。グループ2は、木の手入れをします。木の名前を書く板の作成や取り付けなどしていただきます。 経験者の方には枝を切る作業もお願いする予定です。グループ3は公園内のゴミ拾いや落ち葉吐きなどの清掃が主な作業です。グループ4は公園で行う自然体験教室の手伝いで小学生向けの自然観察会やミニ工作にアシスタントとして参加していただきます。各グループの活動日や時間など詳細はホームページをご覧ください。 あの公園、いつも綺麗なのはボランティアの人たちのおかげなんだね。私たちもやってみないうん、いいね。私、子供が好きだから自然体験教室に参加したいけど、工作苦手なんだよね。マサオさんは器用だし、工作とかも得意じゃない自分がするのは好きだけど、子供相手はちょっとな。 それより、この間、テレビで植木職人のドキュメンタリーを見て面白いと思ったんだ。名前とかも覚えられるし、そのグループがいいな。私はいつも見てるあの綺麗な花壇に何かの形で関わりたいな。それにしよったいいんじゃない掃除は苦手だよね。ひどい。質問1。 男の人はどのグループのボランティアをしたいと言っていますか質問2女の人はどのグループのボランティアをしたいと言っていますか